大谷翔平、山本由伸両投手が所属するドジャースの公式 SNS が熱い。インスタグラムのフォロワーは MLB39 団ダントツの417万人を誇る。突然のマミコ夫人とのツーショット写真に、日本中、いや世界中が驚いた。あの写真を撮ったのが、ド軍のすべての公式 SNS の制作、運用を取り仕切るディレクターだ。空港でメディアに初めて二人の姿を撮られるより、自分で公開したいだろうな、と思って。私たちは翔平が自ら写真を公開するのを待っていたの。それで、しばらくしたら翔平のインスタのストーリーズ中にアップされたので、その数分後にドジャース公式 SNS でも投稿したんですよ。本人が公にしていないことを先に投稿することはできませんからね。そんな中、大谷がド軍 SNS で見せる表情は、楽しそうなものばかり。撮影者に心を許している感じがよくわかる。写真やビデオを撮らせてもらうには、選手たちといい関係性を築き上げないと。それには時間が必要。私たちはチームと長い時間共に過ごし、遠征に同行することも。そうやって私たちと時間を過ごすことで、チームも撮影されることに慣れてくる。以前からいる選手たちと私たちの信頼関係ができているのを見て、翔平も吉野部も安心してくれたのかな。みんな楽しそうに撮影に参加してるから、自分たちも参加してみようと思ってくれたのかも。ドジャースの SNS の担当者の方たちは、大谷はもちろん、それ以外の選手ともこうした信頼関係があるんだろうな。球団公式だから写真を撮られた時点で選手に許可なくアップすることを了承するっていう契約だと思うんだけど、それを本人にデータを上げて本人が UP するのを待つっていうところが素晴らしいと思う。報道のあるべき姿勢だと思う。本人の意に反してアップしない。許可というか、本人が公開してから待つ。他者と競ったり、いち早く取り上げようとはせず、選手と信頼関係を築き上げること。さすがにドジャースともなると SNS の発信もしっかりとしたチームを作って管理してるよな。その他メディアの取材はそのうち全てお断りでも良いかもね。もうこの時点で有能さがわかる。単なるバズ目的のインフルエンサーとは一線を画す。ドジャースの SNS 担当は供給も多くて迅速だし、大側としてはすごく助かる。